どうも、ジャクミロボです。今回からアマレココではなく OBS を使用してみました。さすがガラフたちの世界、新魔法があります。少々レベリングしたので、武器と防具は買ってあります。ここは辺境の村、どうですか？エクスデスが復活したというのは本当ですか？おやおや、お客さんとは珍しい。今夜だけはタダにしとくよ。あれ？ガラフは？いやー、たまらん。これが幻のルゴルの酒か。喉にしみるわい。どうしたバッツ？いや、寝つかなくて。そうか、まあ座れ。ガラフすまない。俺たちが来なければエクスデジオに攻めることができたのに。あのまま城に攻め入っても結局バリアで全滅させられていた。まさかバリアが完成していたとは。バッツたちのおかげで全滅せずに済んだのじゃ。ガラフ。それよりバッツ、元の世界には帰れないと知っていて、なぜ来た？わけなんかない。バッツ、ありがとう。ガラフ、よせよ。パブだからどこかにピアノがあるはず。あそこか。OK、この街にはもう用事がない。さてどこへ行けばいいのか。ここかな。あ、違うわ。ここ十二武器のとこだ。新
らかに何かありそうな怪しい森の前に到着しました。突入前に寝ておきます。ボス戦がありそうなのでファリスを解き魔導士にします。モーグリーターってことはモーグリを食べるんだよな。あのモーグリ大丈夫なのか？開幕二人が麻痺になったので、リターンを使います。便利なリターン、わら。
このカバは HP が多いので逃げます。やっべ、臭い息くらっちまった。エスナが使えないという罠。あ、白魔導士にしないとエスナが使えない。これでオッケー。FF6 からフンババさんの登場です。物理の火力もそこそこ、鼻息で味方ユニットを吹き飛ばします。サークルのプログラムを流用しているようです。HP はそれほどでもないので、ロッドは使いません。レイズよりペニオの方が HP が多いので、ペニオを使います。あ、やった。呼んでるみたい。
今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。